皆さんが見る YouTube って何ですか？あるでしょ。俺はめっちゃある。俺出るでしょ。いっぱいあるよ。でもゲームすごい好きだから、うん、ゲーム実況をまず一番見るね。へえ。ジャンル的に自分のその興味としては、うん、お母さん人狼とかがすごい好きだからそういう界隈の人とかも見るし、あとそのエイペックスも好きだから、うん、そのエイペックスの一番見てるのは多分そのアルファーズールさんっていう人、アルファーズールさんっていう人がもうすごい好きなんだけど、その人のエイペックス見てるかな。エイペックスの中では、あとヒカキンさんとかも見るし、なんかオルタナチャンネルさんとかも見るし、割と浅くはいろいろ見てるかも。他も勉強もあるしっていう感じで、うん、2人はさ結構見るんですか YouTube は？見る見る。でも最近はちょっと時間があるときに見るとかは、うん、ネットフリックスに入ったから、うんうん、それをなんかいろいろ何があるのかなって漁ってるで、そう見てるかな。なるほど、うん、ドラマ、そうだね、うん、アメリカのコメディドラマみたいなやつを見てる、うん、今のモダンファミリーっていうやつ、うん、ハマってます、うん、山ちゃんって YouTube 見る？あ、見るよ。でもサッカー、うん、サッカーのハイライト、うん、サッカーの解説、うん、なんかうん、なんかおすすめだね。いいんだけどなんかいわゆる YouTube ではないよねまあまあ、でもそうかもしれない、うん、おすすめはでもあの2人にもよかったら見てほしいんだけど、うん、あの戸田和之さんっていう元日本代表の選手の人がやってるチャンネルがあって、うん、それもめちゃめちゃ面白いから、ね、そうめちゃめちゃ面白い。でもね、あのスポーツのプロの人がやってるチャンネルは俺も結構見たりする。あ、本当？ダルビッシュさんとか。あ、やってるんだ。そうそうそう、うん、なんかいいよね。誰が面白いな、それ。でもね、深い。圧倒的にやっぱり戸田さんはその今指導者をやってる人なんだけど、出ちゃいけないとか本当にそのいろんな各国ね、いろんな指導者の人がいる中で、うん、もうめちゃめちゃ戦術理解と自分でもめちゃめちゃ研究してるし、そのね、見る目が本当に深いね。なんかもう本当にいろんな試合を取り上げてくれるんだけど、うん、プレミアリーグの試合とか、うん、日本代表の試合とかを見て、もう戦術のその深いところまで本当にあのこうね、解説をしてくれるって、まあ、だからチャンネル自体も結構その日中向けではあるかもしれない。サッチーさんありがとうございます。じゃなくて、いいよ。く喋り続けられるな、そんなに。すごいな、その能力。求められる世界っていうボケだったからね。